一枚羽織っての入場、右側金沢、そして左側キックオフ、キックオフ、試合が始まりました。この時間は雨は少し弱くなっています。岡山ボールでキックオフ、さあ入ってくる、いきなりのシュート、うん、まずファーストシュート、野口、長いボール、ルカをターゲット、パウリーの前線へ、うん、おこれはチャンスになる、斉藤、斉藤、白井横飛び、岡山は斉藤選手のカウンター、これですね、はい、ここで一つ起点を作って攻撃を仕掛けることができましたけどね。前節新潟戦の VTR のかのような、ね、うん、感じでしたけれども、ここは白井の好セーブ、まあ、ディフェンダー、カナダのディフェンダーの広井選手が縦に入って見え対応しているのを見えた上で、はい、一つずらしてタイミングシュート打ったタイミング面白かったんですけどね。ただコースが少しやっぱり甘かったので、うん、白井選手には読まれましたね。加藤とルカを、うん、さあルカオが持っていけばチャンスになる。岡山の戻りも早いがポップ、脇のあたりの難しいところでしたけれども、よく、まあ、ですが、あの短いパスでの崩し、うん、あのあたり見応えありましたよね。そうですね。加藤むつきからルカを裏に出た、1対1ポップ、ビクセン加藤、もう一度、いやここは岡山懸命のディフェンスところも含めてのロングパスでしたけどね、はい、まだある。さあこのボールに前を向いて白井、ビッグセーブ、まだある、白井英二、パウリーニョ、左足、山本選手こういう抜け出し非常にやっぱ得意ですよね。はい、山本の左足シュート、ここは白井優斗が後半の、この後もしっかり落ち着いて対応できた、まあ藤村浮かせてホドルホ、このボールに追いつく、ダイレクト入れてきた、うん、加藤睦月、ダイレクトボレー、わずかに枠を捉えることはできませんでした。でしたけど ね, ですね、ここね、ホドルホ選手が裏をしっかり取って藤村選手そこへの配球で、左利きなんでこのクロスもしっかり上がってきましたよね。入った、入った、ボール正面、ポップキャッチ、もうほとんど時間がない、ここで試合終了、両チーム得点がないまま90分が経過、今日の試合0対0、スコアレスドローという結果になりました。